我が家の近くにある交差点、信号付きの交差点、その一角に家を建てるのに良さそうな土地が一筆一筆。日当たりもそこそこよく、周辺施設もそれなりに整っており、なかなかいい土地なのだが、今のところそこに家が建つことはない。理由は簡単、そこに突っ込む車が後を絶たないから。なので現在もそこは畑のまんま、車が突っ込みそうな角のところは交通安全を促す看板が立つ。ちなみに私もその交差点でバスに引かれかけたことがある。無意識のうちにバスの方に向かって歩いていたそうだ。リア小の頃のお話、小学生。見通しがよく交通量もそれほど多くなく、それでも年に 2,3 回はそこに車が突っ込むなどの事故が起きるのである。何かが衝突する音が起こるたび、周辺住民は外を確認し、そしてまたあそこかと言わんばかりに事故現場を目の当たりにする。そしてその度にこんなことがささやかれるのである。やはりこの交差点は何か呪われているのではないか。実際事故現場を見る限り、何かに吸い込まれるようにその土地に突っ込んだとおぼしきものが何件もあったのだ。まるでこの土地に何かがいるかのように、いつしかそこは魔の交差点と言われるようになった。だが幸い私が知る限りでは、今まで死亡事故、渋滞事故は起こっていなかった。そう、数ヶ月前、まだ夜中のこと、何かが爆発したような、そんな音で私は目覚めた。外に出るといつもの場所でまた事故が起こっていた。二人乗りのバイクと乗用車の衝突事故、そして今回は今までとは違っていた。バイクの後部座席に乗っていた女性が頭を打ちつけたまま全然動かなくなっていたのである。後に聞いた話では、すでに心肺停止だったとか。そして数日後、その女性は若くして帰らぬ人となってしまった。この事故は当事者の不注意によるものと言われてはいるが、だがそれだけでは済まない。何か強大な力がかかっていたかのようにも思える、場所が場所だけに。そして数ヶ月後、現在、今のところあれから例の交差点では事故は起こってはいない。だが、先の事故で亡くなった女性がもし成仏できてなかったとしたら、悲劇は繰り返されてしまうのだろうか。